富山県では、人手不足で収穫しきれなかった、ある果物を使った酒が人気を集めています。この秋、熊で何かと話題に上がった、あれです。うん、いい香りです。うん、柿の香りが芳醇で、飲みやすいです。美味しい。 その名も柿スキー、柿を使ったリキュールです。作ったのは富山県富波市の老舗酒造メーカー、若鶴酒造。北陸で最も古いウイスキーの蒸留所もあります。もともとこのあたりは柿がたくさん取れる干し柿の産地になってまして、 年々製造者さんが減ってきていらっしゃるっていうところで柿があと。綺麗な柿が木に残ったまま収穫されていないっていう話を伺いしました。それを譲り受けて、今回、えっ製造させていただいてます。皇室の献上品としても有名な富山干柿。今年も400万個を加工予定ですが。 ピーク時には500件だった。生産農家が140件までに減ってしまい、柿を収穫しきれずに3割ほどが木に残ったり処分されてしまうそうです。その未活用の柿を使って作ったのが柿スキーです。収穫残の柿をとご提供いただいてますので、少しでもあの里山に降りてくる。熊の餌。 を減らすことでクマの被害に貢献できればなと思ってます 2>, 2年前に試験的につけた3000本のうち直営店だけで1ヶ月に1000本が売れる人気の柿好き捨てる柿あれば拾う柿ありということでしょうか柿がお酒になり熊被害まで減らす救世主になれるか 次の漬け込みが期待されます。